皆さんこんにちは。イチャイのアカデミー名古屋校の講師紹介ページをご覧いただき誠にありがとうございます。私はルーと申します。中国の有名な西湖というきれいな湖がある広州から参りました。今はイチャイナアカデミー名古屋校の主任講師として勤めております。10年以上の中国語講師を担当してきました。人に教えることが大好きです。日頃私が心かけていることはリラックスした雰囲気で笑って勉強することが一番効果的だと思っておりますので、いつも楽しい授業をしております。中国語の発音がとっても難しいと言われていますが、私は中国語発音が良ければ半端よしと思っておりますので、いつも発音指導に心かけております。適切な指導方法と受講生のやる気があれば必ずきれいな発音になると信じております。生徒さんたちからは優しい先生ですが発音には厳しい先生とよく言われています。中国旅行赴任された生徒さんからは先生のおかげで中国の人から発音がきれいですとよく褒められ、嬉しくて中国語会話に自信をつけましたのお言葉をいただくことがしばしばあります。これは私にとって一番のご褒美になっております。またイチャイナアカデミー名古屋校の主任講師として、すべての講師には常に前向きな姿勢で思いやりの心を持ち、笑顔いっぱいのレッスンを目指して指導し、定期的にさまざまなテーマの講師研修を行っております。受講生にはアットホームな学習環境を提供し、安心、楽しい、充実感が感じられ、共に成長していく教育環境づくりに努めております。あなたもイチャイナアカデミーにご参加してみませんか。私たち講師一同あなたのご来校を心よりお待ちしております。再见。大家好，谢谢大家来到我们イチャイナアカデミー的网站，很高兴能够用这样的方式让大家认识我。我姓卢，我叫卢颖梅，来自中国的杭州，现在是イチャイナアカデミー的一名汉语老师。我非常喜欢汉语老师的职业，我也非常喜欢在轻松愉快的气氛下和大家一起愉快的学习。我相信我们イチャイナアカデミー能为您提供最好的学习环境。我们的老师都非常亲切，非常热心。您除了能够在我们这儿愉快的学习，达成您的学习目标以外，您也可以通过参加我们的各种活动，来结识更多学习汉语的朋友们。非常期待认识您，我们在学校再见。